はい、今日の教えて渡辺さんは苦境に陥る韓国半導体業界というお話をさせていただきたいと思います。コロナによる特需が終了し、現在半導体価格の暴落が大きな話題となっています。特に半導体の中でもメモリーやフラッシュメモリーといった一般的な汎用半導体、この価格が半額以下に落ちてしまっており、半導体の余剰が大きな問題になっているわけです。またそれ以外の要素としても、昨年10月7日の半導体規制によってサムスンとハイニックスの中国工場の存続が危ぶまれています。アメリカは10月7日、最先端の半導体のみならず現行主力世代の半導体まで輸出に関して規制をかけました。半導体製造装置等を輸出できなくしてしまったわけです。これは中国国内で活動する外国企業も対象となっており、特に問題となっているのがサムスンの工場と、そしてハイニックスの工場ということになります。サムスンもハイニックスも中国でメモリーやフラッシュメモリーという記憶媒体を作っていました。特にハイニックスの場合、インテルの半導体工場を買収し、そしてその債務も大きな問題となっています。かつてインテルは中国の大連で半導体を製造していました。この工場をハイニックスに売却することを決定し、そしてハイニックスは90億ドルという巨額な資金でこの買収を決めたわけです。現在買収の第1弾70億ドルで工場やその製造設備を手に入れました。また2025年までには追加で20億ドル出し、その研究開発等に関しても買収することが決まっています。しかし現在半導体価格は暴落しており、新規の投資ができない状況にあるわけです。アメリカは昨年チップス法によってアメリカ国内等に半導体工場を移した会社に対して補助金をつけることを決定しました。このチップス法ですが、その代わり条件として28ナノメートル以下の半導体製造設備等中国に投資してはいけない、10年間投資禁止規定というのが入っていたわけです。半導体というのはどんどん新しいものと切り替えていかなければ生産コストも落ち、そして価格も下落していきます。つまりアメリカから半導体の支援代金をいただく代わりに中国への工場を放棄しなくてはいけない、これが条件となっているわけです。またそれだけでなく、10月7日の半導体規制により新しい設備との入れ替えができないだけでなく、現行設備に関してもメンテナンス等で問題が出る可能性が出てきました。サムスンもハイニックスも確かに半導体、メモリー、フラッシュメモリー等を製造していますが、その製造機械等は日本やアメリカなど海外の技術によって成り立っています。この海外メーカーが中国に製造設備を売れないということになれば、サムスンやハイニックスの工場は閉鎖するしかありません。この問題ですが、最終的にはサムスンもハイニックスも中国工場を放棄する以外ないかと思われます。しかしファウンドリーと呼ばれるカスタム CPU などを作っているサムスンに比べ、資本力が弱く債務も大きいハイニックスは、この中国工場閉鎖イコール企業の倒産に直結しかねない状況です。逆に言えばハイニックスが倒産し、そして製造が停止した場合、サムスンが生き残る可能性も高いと言えるでしょう。世界的な需要に対してメモリーが多すぎる、この問題ですが、生産調整が必要な状況になっており、どこが脱落するのかがポイントになっています。かつて日本の半導体メーカーもそのような半導体の谷で潰れてしまいました。かつてのエルピーダは現在マイクロンの工場となっております。そして東芝メモリー等に関しても
キオクシアと社名を変え、フラッシュメモリーを生産していますが、ウエスタンデジタルとの合併等が噂されている状況にあります。この状況の中でどこかが脱落しない限り、半導体市場は反転しない可能性が高い。そしてその倒産する一番大きなリスクを抱えている会社はハイニックスであると言えるのではないでしょうか。渡辺哲也でございました。